んか最近特になんか若い人に多く見られがちなことだと思っていたことがあるんだけど、なんかもうすっごい炭酸が抜けないようにとかこう気をつけすぎちゃってて、もう超そーっと、もうなんならバースプーンあてがってトニック注ぎましょうかぐらい丁寧にやりすぎちゃって、ステアも慎重になりすぎちゃって、そーっとやりすぎちゃって、俺はなんかそっちじゃないと思ったんだよね。ある程度の勢い持って発泡力を逆に生かしてやった方がさーっとこう合わさるっていうか、合わさるだよ、混ぜるじゃなくて。の方がいいと思うんだよね。だからもう注ぐといったら、まあ氷は避けるよ、氷は避けてできるだけそこにあるベースのお酒に狙って直接それはもう当てていく感じで、そこから持ち上げてやって、ここでちょっと上下にして発泡させてやると、それだけでもうほぼ混ざってくれちゃってるから、あとはここがスタートでここがゴール、一回転、これで OK、 螺旋状に一回転。まあ、だからモーニーとかの場合は濃いめのカンパリグレープフルーツでいい感じのバランスにしてるってやって、だからそこでまずステア、それからトニック注いで一発それで決まると思います。あとはカンパリと、まあ、グレープフルーツセッティングだね。いや難しいことじゃないかな。じゃあ僕はもう一杯作って飲むんで、ちなみに俺なんかは ベース40でだいたい作ってます。